バロッティ音律の五度圏、バロッティ音律は、18世紀のオルガニスト、作曲家、音楽理論家である、フランチェスコ・アントニオ・バルロッティによって考案された、音律である。この音律は、鍵盤楽器によって、すべての調を演奏可能にする調律法の一つである。この音律についてのバロッティによる説明が見られるのは、彼の論文デラシエンツアティアリカイ、プロティカ・デラ・モデルナ・ムジカの第二巻である。 バロッティは彼の理論体系を1728年には作り上げていたと述べており、それにはこの音律の詳細も含まれていたであろうと考えられるが、彼の論文の第一巻が出版されたのは、彼の死の前年である1779年のことである。彼が亡くなった時、他の三巻はまだ出版されておらず、1950年に、 トラターとデラモデルなムジカというタイトルのもとに全4巻が出版されるまで、それらは趣向のままで残されていた。バロッティの音律は彼の生前及び死後しばらくはごくわずかな注目しか集めなかった。バロッティの友人であるジュゼッペタルティーニが1754年に出版した論文中でバロッティの調律法が賞賛されており、いくつかの特徴が述べられているが、音律を特定するに、 十分な詳細は与えられていない。1781年に数学者のウィリアム・ジョーンズがタルティーネによるバロッティの調律法への言及について記しているが、これも同様に漠然としたものでしかない。今日バロッティに返せられている音律は、彼が本来記述したものと完全に同じものではない。彼のオリジナルのバージョンは、一六シントニックコンマだけ狭められた六つの五度と、 5つの純正な5度、そして1つのスキスマだけ狭められた5度を持つものである。現代のバージョンでは、バロッティのオリジナルの1つだけ半端な5度を、スキスマ分広くし、6つの狭められた5度を、それぞれさらに1、6スキスマ狭くする。すなわち現代のバージョンは、1、6ピタゴラスコンマ狭い5度を6つと、純正な5度を6つ持つ。現代のバロッティ音律は、B 回、回 C。 CG, GE, EB, B 回の5度を純正とし、開 C、CG, GD, DA, AE, EB の5度は1、6ピタゴラスコンマだけ、純正を音程より狭くする。これらの5度の線と値は以下のようになる。J イコール1、2に対して SJ D F イコール FJ マイナス600とするとき、この音率における超3度の線と値は以下のようになる。 以下の表は、この音律と平均率の A を同じ音高とした場合の半音階の音の音高の差の線と値である。この音律は、ヤングの音律の第2項に非常によく似ている。ヤング第2項も連続する6つの純正な5度と6つの1、6ピタゴラスコンマ狭い5度を持つ。ただしヤング第2項は一連の狭められた5度が C から始まるのに対して、バロッティの場合は F から始まる。 バロッティによる本来の説明によれば、バロッティの音率は、B 回、回 C、CG、GE、EB の5度を純正とし、回 C、CG、GD、DA、AE、EB の5度を純正音程より1、6シントニックコンマ狭くする。この時 B 回の5度は、スキスマだけ純正音程より狭くなる。S1 を上絶のように定義し、J イコール3、4、 に対して S J F イコール F J 600とするとき、この音律の超三度の線の値は以下のようになる。平均律との差は以下の通り。ありがとうございます。